車のディーラーさんもチラシを売ったり DM を売ったり紙媒体をかなり私たちに使わせていただいてますでもその DM とかチラシっていうのはいつまで手元にお客様は置いとくでしょうかと例えば B3 のチラシ B4 のチラシがあったとして車のセールスの話だとか機能 要すするるにトッピングの話だととか、えー、たくさんあると思いますでもそこにはがきぐらいの大きさでペットと,と泊まれるペンション、えー、民宿ホテルっていう情報があ,あれば、えー、そのチラシはそこだけでも切り取って置いておくかもしれませんドッグランのところもあるでしょう、えー、そのような、えー、車を使ったその ミシュランっていうのはタイヤメーカーがあの本を出しているわけですから、えー、車のディーラーさんのチラシの中で売りの情報ばっかりあるんではあ取った人が、えー、必要ない人は捨ててしまいますがそこに車を使ったあ遊び方、えー、利用の仕方そんなものがあれば、えー、そのを切って置いとくかもしれません。 他のところは捨てられちゃうかもしれませんがその情報の裏側に非常に大事なメッセージを入れておけばそこから修理の話だとかオイル交換の話だとかの時間を予約するとかいろんなことができると思います私たちは印刷会社です紙ベースの仕事を中心にこれからも進めていきたいと思いますがその印刷物があいに捨てられないようにするためには そこにお客様が手に入れたいような情報を織り込むことが必要だと思いますがスペースが取れないわけですから B4 とか B3 のチラシのはがきの大きさぐらいはそのようなコンテンツが入っててもいいのではないかと思います。 そののような情報は私たちが皆さんに提供できるものもいくつか用意してありますセーフティードライブだとかエコドライブっていうのは私たちが作ったものを使っていただければいいかなとそんなふうに思って車のディーラーさんにお邪魔する時には今までの印刷をくださいというだけではない関係を構築されてはいかがかと思います。